豚骨スープを作ろうじゃないかと。あ、鍋に収まんね。はっ、痛い痛い痛い。それでもやっぱかさばるな。ではここにですね、豚骨とかの匂いを抑える野菜類を入れていきます。まずネギの青いとこ、大根の頭とケツの方、ほんで白菜の芯、そして今回のエースとなる生姜ですね。よいしょ。じゃあ試しにこっちの方はあえて野菜を入れずにどんだけ匂いの差が出てくるかっていうのを試してみましょうか。それでは2つとも火にかけます。さあ再びアクが出てきましたよ。すげえな、すくってもすくってもきれないな。さあ現在3時間ほど経過しました。一体どうなってるでしょうか。おお、ああでも結構色は出てきてますね。この豚骨の脇のこの白いツルツルの部分あるじゃないですか。こういったところがですね、もうちょい煮込んでいくとなんか溶け出してとろみが増してくるらしいんですよ。こっちの方はうわすげえ、うわあ、白濁度合いでいったらこっちの方が強いですね。さあ、豚骨を煮込み始めてから、実に8時間近く経ったでしょうかね。まあ煮込んでる間、かさが少なくなってきたら、水を足して、少なくなってきたら水を足してというのを繰り返して、最後の、1時間ぐらいはですね、水を足さずにひたすら濃縮するのを待ちました。さあ果たして8時間の結晶はどのような形になってるんでしょうか。それでは開けてみたいと思います。オープン。うわすげえ。もう鍋の入ってる具の量と同じぐらいのこの水量なんじゃないですかね。さあそれではどんなもんかちょっと味見してみましょう。なんすかね、ものすごい美味しいとこのもつ鍋屋さんの匂いしますね。野菜とか入れたからかな。それではいただきます。出てる、これは出てますよ。絶対に豚骨の旨味が、そんでですね、うえってくるような獣臭さはほんとなくて、大変飲みやすくでも濃厚な豚骨スープの味ですね。というわけでですね、次はこの出来上がった豚骨スープを使ってラーメンを作りたいと思います。本日の D チャンネルいかがでしたでしょうか。次回もまた見てくださいね。じゃんけんポン。今日の動画もうちょっとだけ続くんじゃよ。オープンドアッシュ。うわー、白濁してるな。では味の方はどうなんでしょうか。